ですね、石畳の上にいる方は皆さんしゃがんでいただきますと、それか左右に分かれていただければ。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。私はプロジェクションマッピングのプロデューサーやっております町田と言います。今日はですね、寒い中、お集まりいただきましてありがとうございます。これから2017年の大晦日、プロジェクションマッピング第3回目、全部で4回あるんですけども始めたいと思います。最初にですね、ちょうどプロジェクターで絵を打つために、このプロジェクターの前の方とあと参道にいる方がちょっと明かりが頭に引っかかってしまいますので申し訳ないんですが、ちょっとしゃがんでいただけるとありがたいです。それで、プロジェクションマッピング終わったらですね、向かって左の方から退出をしていただくようにお願いします。新しい方は右の方から入ってきますので左の方から退出をお願いいたします。それで今日は実は、住職の方からですね、来年の一文字という漢字をいただいております。まあ、清水寺さんは今年の一文字っていうのを総括されるんですけど、永吉さんでは来年の一文字というの、それは、志という文字をいただきまして、その文字を実はこのお堂にですね、最初大きく、まあ、エア書道というそのデジタルアートの手法で初夏の日向先生に書いていただくというパフォーマンスをします。でその後にプロジェクションマッピングを始めることにいたします。でそのパフォーマンスはですね、仁王門の方でご自分でもやってみることができますし、左の方では書道体験コーナーがありますので、そこで半紙に、まあ、久しぶりに漢字を書いてですね、お持ち帰りいただくということもできるようになります。それでは、2017年大晦日プロジェクションマッピング始めたいと思います。今準備がまだしているところです。ごめんなさい、これは番組なんです、はい、はい、ここから始まる。ちょっとうまくいかないので後で両門の方でじゃあ見ていただくことにいたします。すいません、はい、それでは本編のお願いします。まさかまさかの、すいません、なんかマシントラブル、マシントラブル、来た来た